それ、それ。ん？これ？あ、ごめんごめん。確かに。あ、始まっちゃった。からいつものように始めるんですけど、はい、中身ちゃんのね、はいはい、リクエストで、はい、病気の方が多いんですよね、私たちの周りにがんの方とか、うん、あのこれを聞いてくださってる方で、うん、クリスチャンなんだけれども、うん、今がんの、うん、試練にさらされてる方がいらっしゃって、うんうん、やっぱその方を思って今日祈りたいなという思いが与えられたので、うんうん、ですよね。クリスチャンじゃなくてもがんの方すごい多いですよ。日本で一番多い病気です。そうですね。なんであのがんも癒される癒されてるのでね、実際私あの3人ぐらい末期がんから復帰して、うん、もう完全に癒された人を見てるんですね。見てるというか、まあ、お祈りしてその結果本当に癒されてる、今ピンピンしてるっていう人を3人あの見ています。私のおばさんも、うん、あの乳がんで、うん、あのもう残り半年って言われてからまだ5年、もう5年経ってるんですけど、全然普通にあの抗がん剤はやってる、まあ、クリスチャンじゃないんでね、抗がん剤はやってるんだけれども、でも私ずっと祈ってて、
で聖書も渡してて、で一緒に会うとき一緒に祈るんだけど、まだ救いには至ってないんだけども、でも救いに至るから神様が生かしてくれてると思うんですよね、うんうん、でこの前もね、何度もここでお任せしてると思うんだけど、80いくつのおじいさんが、うん、本当にも残り余命1ヶ月っていうところから完全にきれいにがんがなくなって癒されてるっていうのも、うんうん、体験しましたし、今ねあと2人私たちのこの朝毎朝一緒に祈ってる仲間の中でも、うんうん、がんの方がいらっしゃって、1人は今多分このラジオ沖縄の方でね、うん、石垣島の方なので聞いてくださってる、と思うんですけども、一緒にその方のためにその方たちのためにもお祈りしたいと思います。みどりちゃんからお願いします。はい、ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの偉大なる名前を心から賛美します。神様、こうして私とアスカちゃんは多分1年半になりますが、うん、エンジェルトークであなたのことを明かしさせてくださることをありがとうございます。私たちのこの拙い語りではありますけれども、この話を聞いて少しでも励まされる人、癒される人、うん、そして神様に立っとって神様のことをもっと知りたいと思う人、神様に祈り叫びたいという思いを与えられている人が一人でも増えますように用いてください。この今聞いてくださっている方で特にがんの病気にさらされている人、それからがんじゃなくても苦しい病気の中で苦しんでいる人のためにお祈りします。まずクリスチャン、そうですね、手を置いて、その箇所のところに手を置いて、はい、一緒に心を合わせて目を閉じて、最後にアーメンと言っていただければ受け取ることができますので、合わせてください。まず、クリスチャンで、クリスチャンで、がんにさらされている人のためにお祈りします。主よ、どうかこの、彼女たち彼らのために、お祈りします、どうかこの病気があなたにもっと近づくために、もっとあなたの愛を受け取るために、そして完全に癒されてあなたを証しするものに変えられるために、今さらされていることを彼女たちが信じて、それを喜んで受け取ることができますように。そしてもうすでに病は癒されていること、もう神様の子供であることを宣言して受け取ることができますように。そして、そのことを信じて受け取って、イエス様のお名前によって完全なる癒しを宣言して、それを周りに伝えることができますように用いてください。助けてください。そしてまだ神様を知らない方、また話を聞いてもまだ受け入れることができない方で、病気にかかっている方のために祈ります。神様、この方たちは神様が選んだ方です。神様を知るためにこのような病気にかかることによって、助けを求める気持ち、救いを求める気持ちを与え、そして神様はすぐ後ろでここにいるよという神様に振り向いて、助けてくださいと、そういう祈りをに導かれるためにあなたが与えたことだと信じます。このことによって本当に今まで順風満帆な人生を生きてこられた方もいらっしゃると思います。経済的にも社会的にも本当に恵まれた人生を歩んできて、ある日突然まさかの病気にかかって、今は全て失うような苦しい思い、焦る思い、辛い思い、暗い思いに襲われているかもしれませんが、どうかその方たちがイエス様のお名前を呼ぶことによって、本当に神様は生きている、生きて働いている、昔の神様ではない、木や石の神様ではない、生きて働いておられる神様がいらっしゃること、その尊い一人子であるイエス・キリストが私たちの救い主であること、その名前を、お名前を呼ぶことによって救われること、魂が救われること、そして祈りを聞いてくださるということをに導かれますように、このことがきっかけになってあなたを呼び求めるものに加えられますように、あなたの子供にしてください。彼らの魂を救ってください。この祈りを尊いイエス様のお名前によって、私たちの唯一の愛する救い主イエスキリストのお名前によって主の御前にお捧げします。アーメン。イザヤ書、旧約聖書のね、イザヤ書の53章に、これ有名な箇所なんですけれども、ちょっと読みしたいと思います。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、
私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたことを。彼の墓は丸者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。この彼っていうのはね、まあ、あのイエス・キリストのことなんですけれども、大体こう新約聖書とかイエス様はあのヒーロー的に描かれていることが多いんですけれども、実はその、 あの救い主メシアとして来てくださったイエス様がこう遂げたのは本当に十字架の死だったんですね。この私たちのために、私たちのこの病、すべての罪、咎、恥、すべてを痛みを担って、それを受けて十字架で死んでくださった。そのために来てくださったんですね。神の御子がこう栄光の冠を捨てて、この人となられてこの地上に来てくださった。本当にこの4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だから私たちの病をイエス様がその十字架に負ってくださったんです。なのでイエス・キリストを主として信じる者はこの病をイエス様が負ってくださってるから、病は癒されるっていうことなんですね。痛みも癒されるっていうことなんですね。イエス様が私たちの罪、咎の代わりに罰せられて、罪、咎を受けて罰せられて、そして私たちの背きの罪のために差し通されてくださった。私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼が懲らしめられてくださったゆえに、私たちは私たちの罪が許されて永遠のその天の御国、神様のところに行けるっていうすごい代価をイエス様が払ってくださったんですね。そして彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてあります。イエス様の39度の鞭、背中に受けた鞭、病の数は大きく分けると39種類あると医者が言ってましたが、この39全ての病をイエス様がその背中に鞭を受けて負ってくださった。なのでイエス・キリストを主として信じる私たち、本当に信じて従う者たちは、この病、すべての病はすでにイエス・キリストの打ち傷によって癒されたとありますから、
主よありがとうございます、あなたの打ち傷によってありがとうございますと、本当に信じて受け取る人はみんな癒されるんです、みんな癒されるんです。だから今皆さん受け取りましょう。イエス様を信じてない人でも、クリスチャンでない人でも、今イエス様あなたを信じます、私の罪のために十字架にかかってくださってありがとう、私の病を、私のこの痛みを背負ってくださったことをありがとう、十字架の上であなたが私の痛みを担ってくださって、この病を癒してくださったことをありがとうございますと言って、今受け取りますと言うならば、あなたの病は癒されます。今イエスキリストの皆によって、今告白した人の病を完全に癒されよ、戻ってきてはならない。イエス様ありがとうございます、あなたの十字架で私たちの病、痛みを、すべての病、すべての恥、すべての痛み、すべての傷を癒してくださったことを、主よありがとうございます、受け取ります、受け取ります、感謝して受け取ります、アーメン。ということで、私たちはいつもこうやってイエス様の十字架のゆえに受け取ることができるんですね。すべての祝福を受け取ることができる、はい、エペソの手紙 の一章には、もうあなたたちのために霊的祝福をすでに用意してあるって、もうすでに霊的祝福をしてあるって書かれているんですよね。エペソの書の一章の3節かな。すべての霊的祝福をもうね完了しているって書かれてですね。だから私たちはそれも受け取ることができるんです、信仰によって。信じるか信じないかだけですね。そうです、そうです。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、彼はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。過去形ですね、これすごいですよ、完了形ですね、うん、そうだから受け取ります、うん、神様ありがとうっていうならば、すべ、うんうん、ての霊的祝福っていうのは天にある祝福なので、こう天にある祝福、天は病気ないんですね、がんもないです、痛みもない、恥もない、悲しみもない、苦しみもない、いじめもない。だからその天にある祝福を受け取ります、主ありがとうございますっていうならば、この天にある祝福受け取ることができる、すなわち癒されて健康な体になることができ、心もね癒されるんですよ。ぜひ受け取って、信じて受け取ってください。はい、ということで、最近なんかみのりちゃん、うん、神様が大好きになったとかって、うん、ここ数ヶ月なんか今更ですかさらにますます好きになったとかって言ってたけど、神様なんでなんでって言う時を経て、うんうん、今は本当に感謝の、うん、なんか試練がないからだと思いますけれども、神様私試練いりません、あ、殉教の時は喜び、そうそう、逆境の時は反省せよという言葉がありますけどね、今は殉教、ね、殉教なので喜んで、んで、ね、うんうんうん、なるほど何があったんですか。いやいやいや、今のだから、うん、アスカちゃんの言ってたことというか、うん、もう全ての痛みを、うんうん、イエス様になってくださったということを、まあ、大きな私病気はしてないんですけれども、うんうん、去年仕掛けてたけれども、それも癒されたんですけれども、うん、例えばちょっとなんか脇腹が痛いとかね、それがなんか後頭部がなんか頭痛がするような気がするとか、うん、あそこが痒いとかね、ちょこ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 あるんですよ、なんか隙があったらね、うんうん、それで、あ、来たな来たな来たなとかって思ってで、この痛みの今のこの気持ちの悪さは神様のものからではないって思って気がついて、うんうん、でこの痛み私のものじゃないから拒否する、拒絶する、持って帰ってください、うん、神様の皆によってお祈りしますって言ったら、その時はね、私の場合もすぐにはなんかね、痛み取れないんですよね、まだね、うんうん、修行が足らないから、いやいや修行じゃないと思う修行じゃないけどでも2日後ぐらいになって気がついたらないんですよ、亡くなってたら忘れるやん、だけどなんかそういうことを思う、いつも今までだったら喉元過ぎたら暑さ忘れるで、苦しかっても治ってたらもうその苦しかったこと忘れるから、忘れ続けてきた人生なんだけど、そのなんかちょっと思い起こすことができるこうちょっとね知恵ができてで2日後ぐらいに、あ、そういえば私ここの脇腹が痛かったのに、あと腰が痛かったのにとか、治ってるって、そういえば祈ったよねっていう、ちょっと何ていうかな、検証することができる、うんうん、最近そんな感じではありますね。昨日もね、なんか、安藤が、うちの次男がね、
職場の職場と、うん、あのバイト先の鍵を預かってて、うん、それをなんかなくしたとか言って、うん、ママどうしようどっか行ったどっか行った、うん、探して探してとか言って、うん、探す前に祈ればとかって言ってるんだけど、うん、あでももしかしたら打ち鍵したかもとか言って、うん、行けばきっとあるわ中にとか言うから、うん、祈らんかっていいのとか言ったら、うんまあ、多分打ち鍵やわとか言って行ったわけ、うん、でも帰ってきてなかったままとか言って祈れば見つかるっちゅうの打ち鍵してたとしてもよって祈らんと見つからんと思うけどねって言ったらじゃあとか言ってイエスの御名によって出てこいとかって言ってたわけ、うんまあ、祈るというのもイエスの御名によって出てこいって本人が言って、うん、私もイエス様見つけてください、出てくるように鍵を出てこいって言ったら、さっきねあの教育前にあママこんなとこにあったとかって椅子の上にね、うん、なんかふっとも置いてたものがあってそのものをどかしたらこんなとこにあったとかって、うん、ほらね祈ったらすぐ出てくるでしょみたいなねほんまあの祈らんかったら1日半は何やったんやみたいな一生懸命探しててさ、物探すのって本当時間の無駄、時間の無駄よね、すごいあれほどなんかこう生産性のない作業はないわと思うから、うん、すごい安泰な気持ちになるわけだから探したくないわけよ、本当よね、時間も飛ぶし、ずっと探し続けてきた私も忘れ物なくし物超多かったからさ、それがなんかなくなってきましたよね、そうよね、うん、あの時間がなくなるだけでも出てこいって言ったら、うん、すぐに出てくるっていうのがなんかありがたいよね、うんうん、そうそうそう、だからその物が壊れた時に直すっていう祈りをしたことはなかったんだけど、うん、つい昨日かな、うん、それがあったんですよ、あのほらアスカちゃんにもちょっと世話になった、ね、息子が大学行く時に、うん、宜野湾から那覇に引っ越すことになったじゃないですか、うんうん、で宜野湾のまあまあなんかちょっとねマンションを借りてて、うんうんうん、そこは広かった 3LDK の広いマンションだから、うんうん、あの結構それにふさわしいようなこうねなんかこうテーブルとか椅子とかいろいろね、うん、物いっぱい買って置いてて、うん、で今度ワンルームワンルームに息子は大学の近くに一人暮らし、私は会社の近くに一人暮らしで、うん、別々に暮らすことになったらね、うん、物があふれ返って余ってだけども明日の朝の6時に管理会社の人が来る、その時までに1個残らず出しとかないかんって言って、うん、でも夜中の3時ぐらいまでもうヒーヒー言いながらもうねあの物出して、それであすかちゃん悪いけどこのねもう参考書とかも全部あげるから持って取りに来てくれるって、それでプラスその他のものの材質とかさ何に使おうみたいな、そんなのも持って帰ってもらったじゃないですか。でそれで持って帰ってもらってもまだ車、うん、あのなんて部屋の中には使、うん、もう持ち込む必要があるかどうかわからんチューブラリンな、うんうん、こう電気機器電化製品とかがあってね、うんうん、それしばらく車の中私も置きっぱなししてんの実はね、うん、自分の車の後ろにねで、あの CD のなんていうのプレイヤーはあのちょっとね前にもらった BOSE のいいやつがあるから一つだけど、一つ教会で賛美するためにかな、うんうん、いやその前か、その前になんか別の目的でちょっと安めの CD プレイヤーを買ってたんですよ、うんうん、ソニーパナソニックのやつかな、うんうん、でそれはもう部屋にもあるし、あの息子はいらないっていうし、うんうん、そのもうあの C、あのプレイヤーとかいらんっていうから一つ余って浮いたので、車でずっと置いてたの去年のもう半年ぐらい、しかもなんかこの箱の後ろのところ逆さまにしてね、ガタ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 道とかね、ずっとそういう目に合わせてきたわけだけど明日あのうちの教会の賛美リー当番なんですね、うんうん、でだけどいつも総額してくれる人たちがちょっと旅行に行ってていないから、うんうん、どうするって言っても CD 使うしかないやんと思って、うんうん、で CD プレイヤーを持っていく、だけど CD に焼くのはまたねあの大変やから、この USB に入ってたら、うん、あのすぐ使えるじゃないですか、うんうん、でそのガタ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 入れてるやつが CD USB が入るやつなんで、ね、なんか安いけどね、うん、その坊主になったやつ入れへんだよね、うん、だからそれを明日これ、うん、日曜日にこうね半年ぶり以上に使おうと思うけど、こう使えるかなってなんかまあなんかもうずっと逆さずりでずっとさ、もう振られ続けてたから、これ使えなかったらもうね捨てるしかないなと思って、うんうん、部屋にやっと機能を持って上がってね、うんうん、ごめんねホットラクスごめんねごめんねとかね本当は愛してたのよみたいなね、嘘もう今度差し込んでさ、それで電源を入れてもね、この電源入れてやっぱ上の方とか電気つくじゃないですか、うんうん、でもうんともすんとも言わんわけ、うん、やっぱダメかなと思ってそりゃそうよねと思って、逆さにしてもなんかね頭のてっぺんからもうずっとね頭叩き続けてたようなもんや半年間ね、だからもうあごめんなさいねと思って、その時ハッとあちょっと待って祈ってみようかなと思って、うんうん、であの
まあ、ダメ元でって失礼かもしれない。失礼だな。いや自分がほらやって自分がやってしまうとほらカチョンケチョンに叩き壊したものとか無理じゃないですか、まあね、それに近い状態にしてたからこれでね直してるの虫がいいかなと思ったんで、ね、だけどまあ直ったらちょっとねラッキーかなと思ってね。でもちょっと吹いて ねごめん、ね、本当にごめんねってまずその、ね、プレイヤーちゃんにごめんなさいって言って、ね、うん、でもあの回復ね、このできたらこのプレイヤーをね賛美に使いたいからね直してくださいって言ってイエス様の血を注いで注いでね、あのお祈りします、イエス様の皆によってこのかあのこれがまた回復することを宣言するって言って祈ったんですよ。でつけたらね、なんかポンとも言わなきゃやっぱりダメやなと思って、自分がやってしまったことだからと思って見たらこっち側のところにねあのもう一回押したんですよ、うん、そしたらなんかグッバイっていうのが出てきてさ、グッバイってことでさようならじゃないよでもう一回押したらハローっていうのが出てきてさ、結局復活したわけ。おすごいじゃん。だから多分そういうのお祈りでね、うん、そういうこう自分のやってしまった、うん、しかも自分が間違いでやってしまったのしょうがないけど、自分の怠慢分かってて怠慢でずっとほったらかししてたものの尻拭いも神様はしてくださいますよ優しいな神様。もうそんな不信仰なみどりちゃんのできたら回復してくださいできるものだったらと言うのかって よう言われへんかったなダメ元ってその時は言わんかったけど今言ったからね、うん、怒られるかもしれない、すみませんでした、うん、私にできると思ってないのかって言ったんでだから限度ものの限度があるでしょって言ってもね、あなたのそのなんてミステイクそのでなったものじゃなくてもう自分が壊してんのもんやん、もう言ってみたら必ずして叩き壊したのもんやん、うん、そんなとこ置いてて、うんうん、それまではやらすのかって言われるのかなってちょっと思ったのね、うん、でもそうじゃなかった、そういうなんかギルティーみたい罪悪感みたいな自分に非がある時って頼みにくいよね、うんうん、そうなんや、うん、分かっとったから、ね、でも、うん、私も今携帯ここに来るのに余裕持ってきたはずやのに、うん、途中で、うん、あやばい携帯忘れたと思って、うん、もういかななくてもいや、うん、あかんなかったあかんなと思って、うん、途中で取りに帰ったら、うん、もう当然ギリギリになるわけで、うん、神様ごめんなさい私のミスです分かってます、私が携帯忘れた私が悪いのは分かってるけども信号全部青にしてくださいって言って間に合うようにしてくださいって祈ったら全部信号青になってもう普通に間に合ったからね、めっちゃ早かったもんね、言うて早かったやろ、取りに帰ってることほら往復やん、そう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 、これ絶対15分とかになるよねどうしようと思ってで車の中にかろうじてなんかあのエルシャダイの入ってるねCD があるからこれはちょっとこの曲だけは紹介できるわと思って音楽でつなごうと思ってました、ほんと取りに来てくれたね、そうよ、ほんとできたからね、ありがとういやすごい、だからもう自分が悪いんで分かってるけど神様お願いとかって言ったらね、だから神様が信号を全部青にすることもできるって分かってるから、うんうん、してくださいって、うん、で全部車を私の前の車をのかして、うん、もう5分以内に着くようにしてくださいってもう超わがままな祈りだけどあの信じてるからね、信じてるからその信じてもう当然やってくれるっていう思いがね、その信仰が強いんですよね、うんうん、なんかね信じて祈らんと、うん、もったいない気がする、うんうん、疑いながら祈ったら、うん、疑その80%で祈ったら 80% しか受け取れへん気がするんだよね、いや 80% で祈って 80% 受け取れるになったらいいなとかと思ったんですよ、あのブログに書いてたことよね、そう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 、1ミリでも 1% でも疑いやったらゼロになると思ってただからちょっと厳しいわと思ってたんだけどそうでもないんだ、なんかね 80% でも絵描かれてくれたありがたいまあそうやな、でもさ、うん、CD かけてる時にさ途中でさ、うん、あと2割ってとこにピチッて切れたら嫌やん、うん、賛美してる時にさ、うん、切れたらね、うん、あとちょっとの終わるのにっていう時にピチッて切れたら嫌やん、まあそうやけど完全に癒されたい、でも1000円ちょうだいって言って、もう1000円もないよって800円であげるって言って、まあまあ嬉しいやん私でも家賃ギリギリ祈ってるからさ、うん、家賃のさ8割しかもらえなかったら困るわ神様って感じでさ、うん、100% もらわんの困るね私は、うん、そうだよね、うんほんまにアスカさんって一体どうしてるんですかって言うと私のね周りの ね人から聞かれるわけよ、ね、あの前も言ったっけ、ここで言ったっけ、どこで言ったか忘れてしまった、なんかね、うん、祈り会で言ったのか雑談で言ったのかラジオで言ったのか忘れてしまうよね、忘れるけど、うん、あのどうしてるんですかって言って、うん、その絶対ねどっかからね、うん、そのなんか大きな教会から例えば毎月ねどっかのほらあの宣教師とかでね、うん、どっかの教団からね毎月いくらってあの
ええー、なそんなあったら地球のせいじゃないですのところもあるのも知ってるんだけどだからそんな風になってるとやっぱ思ってるらしいんですよね。思ってる人もいるらしい。だから飛鳥さんってあんなねしょっちゅう外国行ってるしね21万のマンションのことは知ってることも知らんけど、どうしてるんですか、どっからお金出てるんですかっていうか、それが毎回違うらしいよねとかってなんかね、ね、なんかだから安いチケット安い飛行機のこともよう知っとるでとかで LCC の、ね、乗り場がこうでこの、ね、キャリアがこうでああでこうでとかどこで泊まってどこでバスでとかすごいよう知ってるからそんなのも使って本当に神様行けるところに行ってたら不思議と満たされるらしいよって言ったら、にわかにまだ信じられないみたいですけどね。その人もこうしてくれちゃうけどね。いや私もにわかに信じられんどっから来てるんやなこの費用はってほんまに毎回思うわ。なんで足りてるんやろうみたいな。不思議なんだよね。なんかかき集めたらあったみたいな、毎回そんな感じで、不思議なこと。なんか印税が入ってたとかね、たまたまよ、たまたま、そう、お子供にね、なんかお小遣いあげたいねんけど神様とか言って、でも財布の中見たら1000円しかないし、これ最後の交通費やからあげられへんしどうすんの神様ってあげたいとか言ったら、もうその直後に電話が鳴って、あの本の印税が入りましたからお振り込みしましたとか言って、ありがとうございますみたいな、それ引き出してお小遣いあげたわいなほんまギリギリのとこで、変な話、アスカちゃんって本当に私なんかがこう想像もできないぐらい大金持ちだったわけでしょ、年収、奥がつく年収でね。ね、あの私もまあそこそこあの金持ちのところに嫁に行ってましたよ、ね、もうそうよ、医者の夫人やったくせに、ね、医者の夫人やけどそんなでもでもそんなアスカちゃんほどじゃないよ。しかもそんな爪に火ともしてましたからね、私はね、いろいろ ね、 あのね厳しいことをさらされてだけどアスカちゃんはもう本当に何だっけ、車もね BM ジャガーなんとかって、BM ジャガーベンツ、ベンツ乗って、新宿だったっけ、大きな大豪邸でね、豪邸じゃないけどね、まあ、一等地ではあるわね、新宿駅まで歩けるところに一軒家がなりましたね。だから今頃はそんな人少ないかもしれないけど、私たちが若い頃はなんかこう金持ちって言ったらこう札束にね、札束じゃないわ、札入れに30万とか50万ボーンって入れててね、それこそうちの義理の父とかいつもそのぐらい入れて、なんかそうやって払ってるわけね、払ってたから、あお父さんね、あの金持ちだなとかと思いながら見てたことあるんだけど、なんか 何でもええに買ってあげるとかね、何でもええから好きなもの食べやとかね、こちらにね一族に奢ってくれたりするんだけど、そのなんか腹巻きには入れてないけれども、その札入れに入れてるイメージが、ぶっといの持ってな、そうそうそう、アスカちゃんもそんなこうね腹巻きはしてないと思うけどさ、札入れにこんなん入れて、あいくら、あそう、あ30万お安いわみたいなね、あ50万あそうなんだ、ちょっとあのうちのね、あの後で振り込んでおくわとかね、そういう暮らしをしてたんだろうなと。その時は当てないからね。台風ショッピングってしてる？聞いたことある、なんかね、シャネルとかさ、ブランド物の店行ってさ、値段見んとポン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 って気に入ったものをポンポンポンって取るわけよ、でもうそのままレジ持ってって、でクレジットカードポンって置くわけよ、いくら買ったか覚えてないっていう、知らんみたいな、後から何百万っていうすけ来てるみたいなんやけど、全然もういいわけで、それはさ海外で やってさ、で帰ってくる時に税関で捕まってさ20万ぐらい税金取られたなんでだから税金がかかるわけよね、海外でそういうの買った時、何百万円、100万円以上だったっけ、そう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 、ね、うん、なんか買うとすごい余裕よねそうだけどなんか悔しいやん、やっぱり向こうの方が安いと思うから向こうで買ってんのに、はぁみたいな、結局一緒かいな、日本のチャンネル買っても一緒やんみたいな感じで悔しかったあの時。あなんそういう暮らししとったよな多分な、そういう人今もね多分たくさんいらっしゃるのはね知ってるけどね。そのアスカちゃんが、まあ、なんかこんなんね言うたら、ね、怒るかもしれんけど、このねここのね、 でもそのアスカちゃんその時も豊かなね、暮らしをしてるの知ってますよ、いろんな意味でね、だけど、だって全てが満たされるわけだから、けどここのほら電波料、上向きの電波料ってあるんですよで、ね、まあいろいろあれでね、月に1万800円ずつ払ってますよ ね、 多分 ね払ってるけどね、それを毎回2人でね、5400円ずつ払うっていうのもいいけど、まあでも交代交代でやりましょうみたいな感じで、ね、交代で払ってるのね、奇数月は私で、偶数月はあすかちゃんが払ってる、ね、でなんか私はなんか結構ここで払うことがなかなかタイミング的に難しいから銀行でね振り込ませてもらってるんだけど、だからいつもなんかさここ払う時にちっちゃい財布にさ1万円札折りたたんでてさ、折りたたんで1万円札出してさで、あと800円ですねとかで払ってるのてさなんかこのなんていうのかな、それをとてもその暮らしを喜んでるアスカちゃんっていうのは、なんかでも神様が
可愛いってしょうがないよなとか見てて思いますよなんかね本当にね、うんうん、毎回ね、うん、あの お風呂とか好きだから温泉行くと、うん、だいたいエステやって赤すりやって、うん、フルコースでとかってね、うん、でポンって何万って、うん、感じだったんだけど、うん、もう全部捧げたから何もそんなんできへんやんか、うん、だからお風呂だけ入ってほんまにこう会員になって500円で温泉入って終わりみたいな会員さんはもうね私1年2年以上赤すりとかしてないよねとかさっきも言ってて、うん、たまにはしていいとか言ってなんかめっちゃ疲れてるから、まあ、ちょっとアメリカから帰ってきてまたアメリカ行くやんってその途中でさ温泉にさちょっと行ってさ今日の帰りちょっと赤すりしていいかなってさっき頼み込んでしまったよじゃあやらせてくれるんですか分からんけどたまにはいいかな神様って1年以上してないから去年いつしたか覚えてないよねとか言ってさっき会話をしてたらさ、うん、してたら、うん、あんた携帯忘れてんでって言われて、うん、はっみたいなほんまやないとか思ってあんた携帯忘れて誰が言うたの、うん、聖女様がえすごい嘘とか思ってスカウトなんか調べたらいやほんまないやばいやばいやばいと思って慌てて帰取りに帰れるとか言って、うんうん、帰れる帰れるとか言うから、うん、取りに帰って、うん、そうほんまに赤すりって私やったことないんですよなんかね、はい、そのちょっと皮膚そぎ落とされるような気がして怖いからそぎ落とさ、ね、何個か行こうかどこ行こうか赤すりや遠慮しておきますって生まれて今かつて、ま、あのこの方マジ受けたことないめっちゃ気持ちいいで行く今日めっちゃ気持ちいいで、だってなんかこうジョリ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 って感じジョリジョリじゃないスーってやるだけなんだけど、うん、なんかこう赤が出るこんなに赤があったんって思うぐらい1キロぐらいね体重減るよマジでそれ行かないかんよ神様が赤すりなんてね、うん、わしが毎回毎日やってるじゃないかとかねなんか言われてるのかなってそうでもないんだあ、うん、確かにねマッサージはね、うん、もう本当に行かんようになって、うん、行かなくてよくなった、うん、っていうかもう肩凝った時とかは、うん、ホリファイアってやったら瞬間的にスーッとなくなるから、うんうん、ありがとう神様5000円浮いたみたいな本当ありがとうこのホリファイの浴すごいわってもうすごい肩こりやってんけど、うんうん、今になって分かるなんか悪霊が乗っかってたんやなっていうのが、うんうん、だからもうホリファイアって言ってね、うんうん、悪霊出ていけって言うとすぐにスーッと軽くなるからね、うんうん、何や霊的なもんやったんやってなんか地上の祈りの時ねあすかちゃんがさね、うんここのところ そこにねここからよう入るとかってね、うん、だからここのところに注ぎ込むとかってそうこれさ私クリスチャンになる前に、うん、もういろんなほら信仰宗教とかさスピリチュアルとかね、うん、そのまあそういうのに足突っ込んだりしてね、うん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 でそのセッション受けたりとかしたことあるんですよなんかその前は要するに前の元 のにいた香川県でねあの起業をして、うん、大成功してる人たち、まあ、ロータリークラブとか入ってるじゃないですか、うんはいはいはい、そういう人たちとかねで JC、まあ、それは JC とかはねまた若い人たちなんだけど、うん、そういう集まりとかに行った時に、うん、成功してる人が話をする時々なんかこうちょっとねあのスピリチュアルな話することがあってでここには風門というものがあるってねあの風の門ここのところを塞いだらなんかあの自分がなんて悟りを得られるとかねへあとここ開けとくとやっぱりこう悪いものが入ってくるから閉じとかないかんとかねへなんかこうなんかなんとかっていうところを開ける、うん、開けたら、うん、そしたらなんかすごくなんとかが解き放たれて、うん、すごく自由になるとかね、うん、そういうまことしやかな話を聞いててさなんとかオープナーっていうのがそれ缶切りですか缶開けるやつですかとか聞いてことあるけどついぞ私はそんな体験をすることできなかったけどやっぱそういうここがねからいっぱい入ってくるっていうのはね、うんまあ、どっから来てんのかなと思ってさあすかちゃんがほらここにここからっていうのは誰から聞いたんですか何人かの見える子が、うん、特に子供たちが、うん、いやママの首のとこに変なの乗っかってるって言うんだって、うん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 、で、うん、え何何とか言ってそういえばここが重いだるいって、うんうん、いや今なんか入っていったままの中にってなんかその小学生のね天国行ってる子たちが言ったっていうのとか、うん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 でまあ、かなこもそうじゃない、うん、だいたいここから入ってくんだよって、うんうん、で見てると、うん、みんな肩の上に乗っかってて、うんうん、首筋のところからスーッと入ってるっていうのかなこも言ってたし、うん、何人かの人がやっぱり見える子はみんなね、うん、肩に乗っかってて首から入る、首の後ろから入るって、うん、でやっぱこめかここ重くなったりするよねここ痛くなるよねなるなるなる、ね、今もなんかちょっとここ皆さんここちょっと今これ聞いてる方ね、うん、首のなんとこ首のちょっと上のところに手を置いて、うん、そうそう、ね、首の後ろのとこ ね、うん地上注いで地上注いでイエスの血潮注ぐとかホーリーファイアーって言うと軽くなるんだよね、うん、これ本当にやってみてくださいねそう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 だからね、うん、あの健康管理をね、うん、あのしっかりしないといけないってよく
口癖のように聞くんですけど、うん、あの食べ物とかよりもね、私ね、霊的な健康管理の方がね、うん、すごいこっちの方がよっぽど効くなっていうのを最近感じるんですよ、うん、で私の友人とかもね、みんなリッチな子が多いから、なんか蜂蜜とかね、うん、私お砂糖の代わりによく蜂蜜を使うんだけど、あすかちゃんそんな普通の安いね、市販のね、そんな800円とかで蜂蜜なんか全然あかんでって、うん、普通の水飴みたいなもんやからね、うん、あんなピュアな蜂蜜、純粋蜂蜜って書いてあってもね、全然もうマヌカハニーみたいな、ちょっとこんなんで4000円ぐらいするような本物のピュアな蜂蜜じゃないと意味がないんだよとかって言うわけ、うんうんうん、でまあ、確かにそれはピュアな蜂蜜、純粋蜂蜜、美味しいけど私は普通のね、400、500円の蜂蜜でも、まあええやんって、これが仮に水飴やったとしても、うん、でもあのそこに私はね、イエスの血潮を注ぐことを知ってるわけよ。でイエスキリストの血潮を注いで、美味しい体にいい蜂蜜になれって毎回言うわけ、うん、そうするとね、本当になんかとろーんとして優しい味のね蜂蜜になって、それがね体に私は健康をもたらしてるともう信じきってるんだよね、うん、でこの前もね、あのシソの大葉ってさ、うん、大葉買うとなんかあれすごい漂白剤とかいっぱいついてて、なんかめっちゃ体になんか防腐剤とかいっぱい入ってるんだって、だからそんなん食べん方がいいよとかって言われるんだけど、私大葉好きやねんね、だからなんかしおれてたんがあってんけど、なんかイエスの血潮を注いで綺麗にこう鮮度よ、上がれ上がれ上がれとか言って、水を注ぎながら、水につけながら、イエスの血潮をこの中に1滴2滴3滴入れて、この鮮度よ戻れ戻れ、そして悪い防腐剤とか綺麗に取れて、漂白剤も取れて、綺麗、体のいい、体にいい鉄分とかが増えよ増えよ増えよって言ってたわけ、そしたらさ、このさしおれてた葉っぱがよ、しばらくしてパッと見たらピューンって生き返ってるわけよ、すごい大きくてさ、ふわーって生き返ってるわけ、すごい鮮度が戻ってるとか思ってびっくりしたんやけど、大葉ってよくそれなるよ、水につけて、綺麗な水につけて、で血潮を注ぐってやると、もう鮮度がなくなってて、もうヒューンって。で、ね、大根とか人参とかね、ほうれん草とかね、もうね、あの水につけながらイエスの血潮血潮血潮ってやるとね、なんか鮮度が戻ってくんねん。やってみよう。すごいよ。ほんで私言ったよね、うん、前もあのどっかのあお米、うん、お米もすごいこう複合米みたいなのをさ、うん、買うとさ、うん、なんかよくない、なんかいろんなお米、いろんな産地のお米が混じって、うん、私はなんかやっぱり北海道とかのお米がいいなって思うんだけど、うん、主人がなんかそういうお米を買ってて、うん、って思いながら、もうどう別にいいかと思って、うん、イエスの血潮で洗うお米研ぐときにね、イエス様の血潮をこの中に入れてお米を研ぐ研ぐ研ぐって、うん、イエスの血潮でお米を研ぐって、血を使いまくるよ、ね、そうそしたら言ったっけ、悪いものがいっぱい、なんかもう黄色いものがいっぱい出てきたわけよ、うん、ほんで水が、研ぎ水が普通白やんか、うん、黄色い研ぎ水が出てきたわけ、うわこんな悪いものがいっぱい入ってたんやとか思って、それきれいにして、うん、で何回かゆすいだらもうきれいになってさ、うん、でそれ炊いたらさ、主人がこれどこのコシヒカリとかって魚沼さんコシヒカリとかっていうぐらいふっくらして美味しいお米なわけ、すっ一番安いお米よ、もういつの、うん、いつのか分からんぐらいの、うん、それがさ、イエスの、そう、イエスの血潮で綺麗に洗ってさ、うん、祈ってさ、炊いたらさ、ふっくらしたとっても美味しいお米になってるわけ、すごいよイエス様の血潮効果、本当に血潮をなんか消費しすぎとるよ、喜んでくれてるもん、お様なんか十字架で流した血潮の会があるよって、明日からそんなに喜んでいっぱい使ってくれて嬉しいよって言ってくれてる私が信仰弱いからさ、70億分の1だと、その70億人で割らないかんのにさ、一人で何リットルの息子ってどうすんとか思って、私のためはもう、私はもう自分のためだけにイエス様の血潮が流されてると思って、ね、イエス様の体からの血潮全部私のためですって受け取ってるから受け取れるわけよ、この受け取る側の信仰によってその通りになるわけよ、うんね、70億分の1はダメなんだよね、ダメ70億分の1しかもらえへんよ、だからもったいないよ、この前も聖霊様と会話しててさ、アスカってさ、あの地世界は地球は自分のために作られて回ってると思ってるでしょって言われて、うんって、ずっとそうやったよねって、してるでしょとか言って、うん、それでいいんだよって言われたんだよね、それがいいんだよって、こんなん普通の人の前では言えんことやけど何言ってんのってもう超怒られそうやけど、前も言ってたよね、そう、そのなんか高校の時からもうね、自分の周りの自分、地球は自分のために回ってるって、そう当然思ってた、思ってた、それでね、どん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 ね、ビジネスも成功してみたいな、ほらほらほらみたいな、でもね、神様はその考えがね、正しいって言われたわけよ、それはだから私じゃないよ、だからみどりちゃんのために私がこの全てを作ったんだよって、ね、一人一人、皆さんこれ聞いてらっしゃる一人一人のために、この地球とこの生きとし生ける全てのものと、私があなたを作った、だからあなたが人生の主人公なんだよって
ていうふうに受け取ってほしいって言われたわけ、うんうんうん、あなたを私が作って、うん、あなたのためにこの地球の全てのもの、うん、地球を回してるんだよって、うん、そういうふうに受け取ってほしいって言われた、うん、そしたらすっごい神様すごいやんって、私一人のためにこんないっぱい作ってくれたんっていう。でも本当なんだよ、この海も星も太陽も空気も食べ物も全てあなたのために作ったって神様言ってくれはるわけよ。だから神様の愛がもうドカーンってきて、うん、そして私が十字架にかかってこの地に来たのはあったのためやでって言われた時にもうノックアウト号泣よ。いやありがとう神様って。私これってさ、のさブログでさ、うん、何だっけ、この要するにこれを 100% 受け取れる信仰を、うん、神様ありが信仰をくださったことをありがとうって、うん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 、その信仰をねみんなね、うん、欲しいと思うんですよ。あ、そのそれを信じる力、うんうん、私も最近なんかもしかして自分のためかなこの世はとか思い始めているよ。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。それあんま口に出せんけど、他の人の前では出せん、はい、なんかそうかもしれないとかと思うし、うん、それこそこの間のほらイザヤ書の学びの時に、うん、やっぱ臭い匂い、うんうんうん、例えばナイル川が臭くなったっていう、うんうん、でナイル川が臭くなくてさ、もうこの海だってさ臭くなくてすごいね塩のいい香りがするじゃないですか、うんうんうん、そんな風になってるのが当たり前と思ってるけど、うん、神様がちょっと手抜いたらね、うん、というかね、そうよすごく臭くなるわけよね。そうだよそうよ、言われてなかったら、ね、そうよ、風が止まるだけでさめっちゃ臭くなるんだよ、うん、臭くなるんだよね、うん、水もね海流も止まるだけでね、うん、そうそう、だからそんなことも全部こう段取りして調整して、うん、そのエアコンディションじゃないけどコンディションとしてくださってて、そうそうそう、ありがとうございますとは思う。でしょ、うんうんうん、本当よ、ね、本当どっか一本ネジが来るだけでこの地球全部崩れていくんやから、うん、そう、なんかこうね苦し、あの痛いとかだけじゃなくて臭いだけでどんだけ苦しいか、本当、ねね、地獄って臭いらしいからさ、うん、それだけでも息すんのがもう苦しくなるからね、うんうん、いやほんまよ、このこう中華思想ですね、中華思想を皆さんね、キリスト教、キリスト者、キリスト者的中華思想をみんな持ちました。自分が世の中の中心だっていうのを中華思想っていうらしいんだけど、あそうなんだ、うんうん、あこれはでも本当に神様が喜ぶ考えって言われたよ、うん、私があなたをそのようにデザインして、うん、私があなたを作って、私があなたのためにこの全てを用意して、今この定められた2018年5月6月2日に、うん、今日あなたがここにいるのも全部私が計画してるんだよって、うん、そしてあなたの人生の主人公はあなたであって、その全てのものは付録でね、だから私ね最近分かるようになってきたわけよ、うん、付録私にね対してね攻撃してくる人いるやん、うんうん、意地悪する人とか、うんうん、ね、いろんなこと誹謗中傷してくる人とか、うんうん、全部やらされてるんやって思ったわけ、うん、あ、私のためにやってくれてるんやって思っ、うん、ふっと思った瞬間があって、うんうん、でなんかお芝居してくれてるみたいな感じで、わかる、うん、だからこうストもう劇なわけよ、劇場の劇なわけ、この私の人生が、うんうん、そみんな演じてくれてるわけ、うん、私をいじめる役の人たちが、うん、ほんで天国行ったから、うん、ごめんねスカちゃん、あの時ちょっと私めっちゃ意地悪やったよねとか言って、うん、めっちゃ傷ついたとかっていう言い合いをしてるところを見せたわけ神様が、それいつ、ついこの前、ついこの前、あそうなんそうなんや、へえって、なんかそうやってこうイメージできたわけよ、うん、神様も見せたと思うんだけど、うん、まあ、うん、なんかふってそれが分かったのね、うん、だから今私にめっちゃ攻撃してる人がいても、うん、その人と私は天国で遊んでるわけよ、うん、あの時ね私の芝居うまかったやろって言ってんねん、はぁみたいな、芝居やったん、そうよ、あすこちゃんのこと大好きや、大好きなんやけど、大好きやからこういう風にね言われてね芝居してたのよみたいな、なんかそんな感じのこと言われてあそうなんや、私のことすごいめっちゃ裏切ったよねとか言って、うん、裏切るように私は芝居してたのよみたいな感じで、好きだから、そうそうそう、なんかそんな意味わからんけど、だから私を鍛えるためにでしょ、私を訓練するために、私を神様にさらに近づけるためになんか、うん、用いられてたっていうわけ、うん、本人は都合がええなとか思ったんやけど、つい最近だからあすかちゃんのために祈りましたよ。マジ？あすかちゃんの、うん、要するに今まで信頼関係にあった人とかね、うん、壊れてしまったリレーションシップとかね、うん、そのなんか信仰の例えば聖書の解釈とか、うん、祈り方とか、うん、クリスチャンで神様のこと大好きでイエス様が救い主 で、うん、でついていきたいと思ってるけど、うん、でも人間だからみんな差異が出てくるじゃないですか、うん、そのことでね、なんか例えば離れてしまってる人が全部戻ってきますようにって、それでその回復がこのリレーションシップ関係が、うん、
回復しますようにって祈ったよ。ありがとう。れこの世での話のつもりやけど、天国行ってからです。今お願いしますって感じなんだけどね。どっちでもいないけどね、私はもう神様の御心の時にお願いしますって、うんうんうん、回復したかそういうことはもう分かってるから、うんうん、でもそれがまあこの世であっても天国であってもどっちでも構わへんねんけど、とにかく起こってる全ての災いもいいことも全てのことが全部神様のご計画の中にあって、私を鍛え上げるために訓練するために起こってるんだよっていう、だから全てのこの前も言ってた全ての苦しみや悲しみは、その人がその苦しみや悲しみを神様にポーンって委ねることができるまで続く、でもできたらそこでストップするよっていう風に言われたんだよね、うん、だからパッパで委ねた方がいいよって、うん、委ねるっていうことはね、私の自分の中のイメージではね、うん、なんかちょっとこれも怒られるかもしれんけど、十字架があるやん、うん、十字架のふもとにこう、うん、なんか自分の荷物をこうよっこいしょって下ろす感じ、そう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 、だからこうほら月曜日と木曜日ゴミの日やんか、うん、なんかね、そう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 、すいませんそうこれお願いしますって、そうそう、出てきたっていう、でそれをなんかまた今朝もその祈りしてたら、やっぱりその、うん、あの自分の中でも自分の力では今までのことで、特に身内のことでね、うん、あの父親が亡くなる時のことでね、うん、許せないこととかがあるって前言ったけれども、うん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 、そのことやっぱりこう最近よくリマインドされるんですよ、うん、なんかこのことをもっと祈れって言われてるの、うん、今まではずっと忘れてたけど、うん、思い出したらやっぱりこう許せないっていう気持ちが、うん、あの復活してくるようなことなんだけど、それがしょっちゅうしょっちゅう来るから、これ神様無理です、本当にこれお願いしますとかって、もうこの分これ全部置いときますからね処理お願いしますとか言ったらさ、なんかそのゴミのところから、まあ、幻やけど、うん、あの緑色のようなね、グレーのような灰色のようなこう人がこうわーとかってなんかそこにたかってるのなんかわかんないけど、うん、でだからそのそういう風に思わせられてたっていう、このこれを持っとくことによって、うん、なんかもう一つ解放されなかったりするので、うん、やっぱ それがあったら、うん、忘れてても持ってたら解放されないじゃないですか、それをなんか示されて、うん、でも私の力では無理だから、もうでも全部明け渡します、もう私はあなたのものです、あなたに従いましたから、これもお願いしますって言って、うんうんうん、したら見えたんでしょうね、すごい、へえ、人を許せない思いってね、うん、誰でも持ってるかもしれないし、これ聞いてる人も、うん、あの人のあれだけはどう考えても許せないっていうことも、うん、全部許すことを神様待ってる、うん、待ってると思う。私なんか最近、うん、なんかこの人にこんなこと言われた神様って言ったら、うん、その人が私にしてくれたすごい良いことを神様が見せてくれはるの、うん、はいはい、うん、分かる、それあんたこんなこともしてもらったやろって、うん、この時こんな風に献金ももらったやろとか、うん、この人にこんな風にしてもらったんよとか言って見せてくれるから、うん、そうやね、私この人にこんなお世話になってるよねって、うん、だから絶対私この人のことをね恨めないしね、憎めないしね、うん、あの祝福してくださいって祈らせてくれるように神様がしてくれるんよね、うんうん、これすごいと思うわ。その人のいいことも思い出させてくれるっていうのは恵みだね、うん、恵み恵み、そうじゃない時、ノンクリスチャンの時なんかもう憎しみ、もうこの人の腹立つと思ったらもうその渦の中に入っちゃって、ね、そうだから悪魔よ、悪魔がその人の悪いとこばっかり見せるわけよ、ね、あんたこんなこと言われたやろって、うん、こんな気つけられたやろ、そう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 、うん、こんな風に悪口言われたやろって、うん、こんなこの人あんたのことこんな風に裏切ったやろっていうことを全部悪魔が持ってくるわけよ、うんうん、でそれを却下すると神様がこの人はあんたにこんないいこともしてくれたよ、うん、あんたのためにこんなこともしてくれたよってのを見せてくれるわけよ、うん、でそしたらやっぱこっちに神様ありがとうって、私この人許して愛して祝福しますってなるやん、うん、これがやっぱ神様から来るものよね、うん、そうだよね、うん、今日だから私あのねなんかこう書いてきたことがあるんだけど、うんうん、やっぱりね、全ての神様を口に出して求めてください、うん、悩みは人に相談するのではなくて、そうよ、神様にあの相談してくださいと、うん、鼻で息をするに人ものを信頼するなとあります、うん、聖書に信頼できるのは神様ですので、神様は信じるものついていくものだけれども、うん、人は許して愛して祝福するだけの対象、うん、いつも言ってることよね、あそこはね、うんうんうん、だから苦しい人は神様に叫んでください、あと海に向かったり壁に向かって叫ぶっていうね、そしたらすっきりするっていうような、なんかこうね、うん、あのハウツーものみたいなのがね、うん、キャッチあの時々コメントが出てくるけれども、うんうん、すっきりするけれども何の、 あの解決にもなってないんですよね、うん、叫ぶのも神様に対して叫んでほしいと思いますね、うんうんうん、これもうそろそろ終わる、うん、あと気がついたらあと40秒感じ、うん、違うまだ3分ぐらい、うん、2分ぐらいある、あ本当、うん、ナスカちゃんがなんかアメリカ縦断するの、あれは何のきっかけで、どんな風にして、もうちょっと時間ないかもしれんけど、あ、うん、やっぱり
その大学じゃないや、学生、あの前の会社の時の同僚、うんうん、ブリタニカの時のお友達が、うんうん、やっぱり見える子がいるんだけどね、うんうん、でその子の息子がすごいあの悪霊に入られてしまって、うんうん、すごい霊的に敏感な家族だからね、うんうん、ですごいもうずっと聞こえるんだっていろんな声が、うん、でも死んで荒くなるよとか、うん、あれしろこれしろって、うん、お前の母親をなんか従うなとか、うん、母親を貸すだとか、うん、お姉ちゃんもおかしいとか、うん、すっ毎日毎日こう悪口を頭の中で家族の悪口を言われたりとか、うん、でもどこで行くなとか何をしろとか、うん、でなんかラップとかばっかり聞いたり、うん、こうゲームしたりもうすごいいろんなことをね、うん、でも自分で自傷行為とか、うん、もうそうなってて高校生なんだけどね、うん、めっちゃ見てて親が辛いって、うん、でやっぱり何度も逃げ出そうとして なんか薬飲もうとしたりかな、うん、なんかそういう、うん、騒ぎ出したりとかっていうのがあって、うん、でもあのその人はクリスチャンじゃなかったんだけど、うん、でたまたま私とフェイスブックで見つけて、うん、アスカ私のブログを見て、アスカちゃんこれってなんか霊的なものかなって言うから、うん、もうそれ悪霊よって言って、どうしたらいいかなって言って、でそれはもう悪霊を追い出すしかない、追い出したらもうすぐに癒されるよって言ったら、うん、そっかって、私もだからこう遠隔でね一回やったんだよね、うん、開封のミニストリーをね、そしたらね綺麗に出ていったわけよ一回ね、うん、で全部綺麗に出ていって、うん、うわ楽になった、聞こえんようになった、ありがとうってなって、うん、でその時すぐに彼はイエス・キリストをね、うん、信じなきゃいけなかった、うん、イエス・キリストがそれを解放したっていうの、うん、で様ありがとうって言って洗礼を受けてクリスチャンになったら守られたわけ、うん、でも、ね、それを彼はしなかったわけよ、うん、だから親と私でこうやってしまって、本人はやったーってラッキーってなって、うん、でもイエス様と思ってなかったみたいでね、うん、っていうかイエス様を信じることしなかったわけ、選ばなかったわけ、うん、だから2週間3週間、うん、まあ、1ヶ月戦うちに戻ってきてしまったわけよね、うん、戻っちゃうんだね、そうますますひどくなるわけ、そうすると、うん、だこれはもうほんまにやっぱり遠隔だけじゃなくてちゃんと行って、うん、もうきちっと追い出しして、うん、ちゃんとそこの場で洗礼もして、うん、でイエス様に従うという覚悟を決めてもらわんと、うん、ずっと続くって思って、でそれを神様に祈ったわけ、うんうん、そしたら ある方がポンって旅費を出してくださった方がいて、うんうん、でそれで行けることになってね、あすかちゃんのそのアメリカ縦断ってすごいね、大きな電動旅行が祝福されますように、うん、ありがとうございます、神様に、喜ばれるものにまたなりますように、ありがとうございます、はい、それでは明日また教会皆さんぜひ行ってくださいね、はいはい、日曜日は教会に行ってみてください、はい、渡辺あすかのブログで検索してみてください、それではまた来週、来週ないわ、うん、また報告します、ま、6月の終わりです、渡辺あすかのブログで、はい、はい、はい、すいません、はい。